授乳をしたのでバストラインがやっぱり崩れていた。くびれがなかった。マルコに出会ってからっていうのは変わりました。体重が変わらないままメリハリのあるボディになり生き方までも美しくあなたらしくマルコ。コンプレックスみたいなものっていうのは、授乳をしたのでバストラインがやっぱり崩れていた。幼児体型だったの。お尻がこうぺたんこだったり、くびれがなかった。マルコに出会ってからっていうのは変わりました。体がその形になっていく、はい、体重が変わらないまま見た目がすっごく変わっていく。年齢に合った補正をしてくれる。全然楽なので、毎日つけてるだけなので楽しい。生き方までも美しくあなたらしくマルコ。マルコで検索。こんにちは、グリナナと申します。斉藤匠です。めっちゃ緊張するんですけど今日はでもいろいろ皆さんのマルコとの出会いも含めていろんなお話を伺いたいと思いますんで、リラックスしてお話しさせてください。はい、こうマルコを使おうと思ったきっかけというか、先月結婚式があって、人生に一度の日だったので、はい、幼児体型だったのがすごくコンプレックスだったので、年齢で無理なのかなとか、授乳をしたのでバストラインがやっぱり崩れていたこと、体重計とにらめっこしながら日々、努力するダイエットとは全く違いますよね。マルコの場合なんか体重とかそういうのよりも、なんかこうフォルムとかバランスとかそちらが優先に来る。お店の方と話し合って決めていく。体型によって変えてたり、はい、組み合わせたりしていろいろ、それも担当さんがいろいろ考えてくれて、はい、年齢に合った補正をしてくれる。全然楽なので、毎日つけてるだけなので、体がその形になっていくっていう感じなので、はい、うん、だって苦しくないじゃないですか。ご飯我慢しなくていいし。マルコっていうそのパートナーがいる皆さん羨ましいなって。マルコをつけるようになって初めて意識するようになったんです。私は逆に周りに気づいてもらえるほど足が綺麗になれたこと、体重が変わらないまま見た目がすっごく変わっていくっていうのが、変わっていくのをこう、ね、数字にしてこう見れると、はい、あ、嬉しいってなりますね。そうです。なんか皆さんがいる場所が明るくなっていくんだなっていうのが、ね、素晴らしいなと思いました。生き方までも美しくあなたらしくボディをメイクするランジェリーマルコ。無料試着体験で下着プレゼント、マルコで検索。はい、チャプター4です。マルコ、マルコ、マルコ、マルコ。
みんなでお話できたのがすごく楽しかったなと思います。貴重な体験をさせていただきました。すごく、はい、ありがとうございます。結構斉藤さんもすごく優しく話しかけてくださって、ちょっと緊張もほぐれてできました。またどんな脳になるかすごい楽しみです。素敵な体験ができて本当にいい思い出になりました。3、2、1、はい、もう一回撮ります。3、私がイメージキャラクターを務めさせていただいておりますマルコさんの CM が完成しました。今回の CM では去年のマルコシンデレラストーリーアワードの受賞者の皆さんと共演させていただいております。受賞式でも感じたんですけど、本当に皆さんの向上心、日常からの輝き、美しさに圧倒されました。そんな受賞者の皆さんの美しさ、そしてそれを支える皆さんの努力が詰まったですね、素敵なCM が完成しました。それでは皆さんご覧ください。コンプレックスみたいなものっていうのは、授乳をしたのでバストラインがやっぱり崩れていた、表示体型だったの、お尻がこうぺたんこだったり、くびれがなかった。マルコに出会ってからっていうのは変わりました。体がその形になっていく、はい、体重が変わらないまま見た目がすっごく変わっていく、年齢に合った補正をしてくれる、全然楽なので、毎日つけてるだけなので楽しい。生き方までも美しくあなたらしく、マルコ。マルコで検索。